お恥ずかしながら、やはり離れて暮らしてると親のことってあんまり考えてないんですね。帰省して顔を見ると、あ、元気でよかったと思いますけども、やはり離れて、暮らしてると、私もやっぱり家庭がありますから、子供のこととか仕事のこととかで手一杯で、恥ずかしいんですけども、やっぱり親のことを考えるって時間は、少ないというか、なかったです。それが今回ポッと導入して、メールが日に3回来ることによって、朝、お昼、夜の食事のタイミングに確認できるので、あ、今日もしっかりご飯食べてるんだなっていうのが分かって、すごい助かってます。同じリズムで、あ、お茶を飲んでるんだなとか、お昼もだいたいお知らせのメールを見ると同じ時間に給湯してると、夜もとなると、あ、今日もリズムよく一日を過ごしてるんだなと、無事平穏にということが分かって、離れてるとこに住んでる身としては非常に安心感を感じてます。改めてこう意識づけができるっていうんですか、親に対して、あ、元気だねって、よかったって思える、そのチャンスをもらってるような気がします。